山田養蜂場の専務が逮捕、同社のブランディング大打撃、あなたには飽きたので若くて綺麗な人の裸をたくさん取ってください。そう言って、パパかつ、で知り合った27歳女性に入浴施設での盗撮を、発注、していたなどとして逮捕されたのは。 蜂蜜やロイヤルゼリーを使った健康食品で知られる山田養蜂場の山田光夫専務取締役だ8月14日付で役員から解任されている押収されたスマホから SNS で知り合った女子高校生当時17歳に撮影させて送らせた猥褻な画像や動画約30件のほか自分自身で未成年者にわいせつな行為をしている動画が見つかっており 東京都迷惑防止条例違反のほか、児童売春、ポルノ禁止法違反の疑いもあるという。そんな、歪説専務、実は創業者、山田正雄氏の孫にあたる、いわゆる、三代目ということで、同社の顧客や製品のファンには衝撃が走っている。 なぜかというと社名にもなっているように同社は山田家の健康に対する真摯な姿勢自体をブランディングしているからだ例えばホームページの動画「山田養蜂場物語」を再生すると「親子二代健康への誓い」というキャッチコピーが現れるそして創業者山田正雄氏が生まれつきの心臓疾患のある娘のため 独自にロイヤルゼリーを大量生産する技術を習得したことや、その娘の死で失意のどん底に叩き落とされたとき、見かねた息子、秀吉現代表取締役社長が、父さんのロイヤルゼリーを待っている人がたくさんいるんだよと励まして、多くの人の健康を守る、遠いうことを使命にしたというファミリーヒストリーが紹介される。 そんな、山田屋ブランディング、をしているところで、パパ活した女性に、多くの女性の裸を見たい、と盗撮を依頼するような、三代目、が現れてしまった。これまで築き上げてきたイメージがパーだ。私がこれまで愛用していたロイヤルゼリー代が、あんなバカ息子の売春費用に使われていたなんて、とショックを受けて不買を決意する顧客もいらっしゃるはずだ。 さて、こういう話を聞くとなぜ最近こういう愚かな世襲がたくさん出てきているのだもしかして日本が劣化しているのではないかと不安になる人も多いだろうビッグモーターも岸田総理の息子もボンボン息子の失態気づいている方も多いだろうが世襲は日本社会の礎になっているシステムだ 政治は子安倍晋三元首相、岸田文雄総理、麻生太郎副総理、河野太郎デジタル大臣など、3代、4代と家業として政治をしている一族が主導権を握っている。経済も同様で、日本を代表する大企業のトヨタ自動車は典型的な世襲企業で。 現社長も5代目のトヨタ大輔氏へ大政奉還するまでの中継ぎではないかという報道も少なくないまたユニクロの柳井正氏星野リゾートの星野義晴代表なども家業おついで事業を成長させたそもそも日本の全企業の99.7%は中小零細企業が占めており同族経営が多い 特に日本の全企業の8割を占めている小規模事業者では65%が世襲をしているという調査も過去にはあったつまり世襲というのは日本の安定と繁栄をもたらすなくてはならない秩序のようなものなのだしかし近年この日本の秩序を揺るがすようなことが起きている そう2代目3代目がとんでもないことをやらかして世間の批判を浴びる世襲不祥事が続いているのだちょっと前にはビッグモーターの前副社長金重光一氏のパワハララインや少しでも命令に背くと左遷や首にするという恐怖政治が話題になったまたその前には岸田文雄首相の長男である首相秘書官が 海外視察で大はしゃぎして観光していたとか、首相官邸で親族を呼んで忘年会をしてしかもその写真が週刊誌に流出してしまったことが批判を呼んださらにその前になると菅義偉元首相の長男が総務大臣の政務秘書官に抜擢された後監督企業である東北新社江戸天下りしていて こともあろうに総務官僚の接待係になっていたという事実がすっぱ抜かれて菅政権終焉のきっかけにもなっている最近の日本でうわ今時こんなひどい話あんのかねというような不祥事やスキャンダルには権力者やカリスマ経営者の後を引き継ぐボンボン息子が絡んでいるパターンが多い そのため、今回の山田養蜂場の事件を受けて、ネットや SNS では、次のバカ息子はどこから出てくる、なんて興味本位の声も飛び交っているのだ。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。2代目が会社を潰すのは別に今に始まったわけではない。 創業者が苦労して会社を作り大きくし二代目には苦労をかけたくないという親心が二代目を甘やかして育ち何の苦労も知らない二代目が好き勝手やって潰す二代目は宝くじで大金持ちになった真理と一緒で無駄な金を使ったり道理に反したりして気がつけば破綻してしまう本田総一郎はあえて二代目を社長にさせなかったのは本当に偉い 2代目でも立派にやってる人も多いが周りを見るとやはり潰したり業績悪化してる企業が多い一人は性欲で一人は支配欲かな共に会社の経営幹部としては共に強いものならふさわしくないものだこの2つは多くの女性から嫌われるのでこれからも経営幹部として残ることは無理だと思う 親父たちは子どもの欲の片りは見ていたと思うがさほど気にすることはなかったのか世に露呈してしまったし共に大きな会社だったけど経営が行き詰まるのは当然の結果だと思う選出人事を同族と上役だけで決めているからこのようになると思います部下からも意見を聴収して評価対象とすることが良いかもしれません それで部下が不利益を受けるなら、類似した不祥事は社内では聞いてもらえないので、社外に流れます。特別扱いできるルールや年齢だけでの昇格は限界ですので、その企業の信頼がなくなることは会社として死活問題であり、多くの顧客や従業員、ステークホルダーを裏切ることになります。株主などから意見が厳しくなるとも思います。 部下のの意見を反映している人事なのか、党の意見が出そうですね偏見かもしれませんが若い同族取締役がいる会社のスキャンダルは一瞬で大きなリスクになることがあり注意対象会社としています実力人望実績にふさわしくないポジションと報酬を与えてるからこれに尽きると思う どの会社でも2世のドラ息子に指摘できるような人はそうそういないはずさらに2世は親が大金持ちだから小さい頃から質のいい学習環境を与えてもらってるからそこそこの大学や有名な大学には進学できるから本人も頭が良い仕事もできると勘違いもしてしまう相乗効果でこのようなモンスターが生まれてしまう。 大きな争いをが起こらないようにと徳川政権が決めたシステムが暗黙の了解もあってか連綿と踏襲されているとも言えます。隠順拘束でも経費の節約にもなるとして固執している向きもあると思います。実際他に芸術的な才能や思考があるのに経営に実務に敬はなければならないなど。 不得意な分野で競争することほど企業にとっても本人にとっても不幸なことはありません親が得意な分野だからといって子も得意とは限りません敬語を永遠と親から子孫へと承継する古い慣習から脱皮し各人が得意な分野で活躍できる仕組みにするべきだと思いますおしなべて世襲を重ねる人々に対しては 他人からは未だに変わらない古い家業を継いでいるのかと驚かれるような社会環境にすべきだと思います社名を通常の通販会社のような直接親族に関連のない名称でなく山田養蜂場として経営していること自体世襲されるカリスマをイメージ戦略に利用していることは明らかですね物語「中に自宅が全焼」 と出ていますけど、実は石油ストーブに間違ってガソリンを入れたことが原因で農業機械をあれこれ使う農家にしばしば起きた事故なんですけどそれは伏せられていますねでも少なくとも2015年までは祖父母ともご健在だったわけですし同族企業である以上は大切な跡取りでもあったわけで。 むごい思い出話よりも目に入れても痛くない存在として、蝶ょよ花よと甘やかされたであろう可能性の方が高いでしょうね。某掲示板での書き込みですから信憑性の裏付けはないですけど、俺たちが死に物狂いで働いていても創業者の親族は無条件に役員で長考収入やりきれない思いもあるよ、とかありましたね。 こちらの方はやはり根底にあるのは甘えだと思います。